今回は視聴者の方から使っている味活かしについて、作り方などについてご質問がありましたので、以前のチャンネルで作った動画を一部リメイクしてご紹介させていただきます。全部で5回動画をアップさせてもらいます。今回は2回目になります。これは、前回作りましたプロテインスキマーをクーラーボックスの方に固定するのと穴あけとでやっていきたいと思います。材料の方はですね、こちらも100均で売ってまして、積み重ね用の箱ですね。こちらの方をこの下の方に取り付けて、ずれ防止と、で、これをここにしっかり固定したら、多分そんなに動かなくなると思うんで、まあ、倒れなければいいかなということで、はい、ちょっとこれを固定、下に固定するのと、ポンプと汚い水が溜まるやつとをちょっと設置していきたいと思います。長さ的にこんなもんなのか。じゃあここで一回切ります。ここで一回切りますね。長いんで、でこの辺から出してブクブクにしますので、お固定するのはちょっとこれ家にあったやつを使って、こういう感じですね。こういう感じでここに固定したいと思います。なのでこっちに老廃物、こっちがブクブクで貫通してきて、これぐらいになるんで、そう、どうしようかな、まあ、ちょっと余裕見てこれぐらいで。ではバスボンドで、まあここら辺なんで、ちょっとで、とりあえず 8.5 で1回開けたいと思います。よいしょ、よくよくねこっちも刺すので、今の箱見てて、今のが6ミリなんだよ。こっちの方が OK な。水を開けます。ちょっときついか。でも、これぐらいのきつさの方がちょうどええのかも。よいしょ。よし。これだけでも十分固定できてる。してこうグラグラしないように固定して、こうグラグラしない、それがブラーンとこうなったりしないように、ちょっと抑えるくらいにしとこうかなと思います。OK だったね。5.5 度はしんどかったですわ。
ということで、ここに、ここに、ブレード目の台座をセットします。はい、取り付けるのはグルーガンで、こう、よいしょ。よいしょ、よいしょ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。